牧秀悟こいつがドラにまで残った理由。大学通算5本のアセタン扱いだった模様。全体18番目やからな。オリックスはホームラン王取れる気って思ってたぞ。佐藤取るためのブラフ定期。スカウトが南勢を見てなかった。ドラフト見ながら2位で牧取れるやん。ってウキウキで見てたわ。松田牧とかファーストすら守れなさそう。中日あたりに入ってたら絶対今でも2軍やろ。J は完全に才能を見抜いてたのにな。セカンド守備も上手くなってるんやろ。スカウト見る目なさすぎるな。牧はなぜ新人王を取れなかったのか。野手新人王のハードルはなぜかクソ高いし、出さない年は出さないみたいな謎制約があるのか。3、4年に1人しか出ない。東京五輪で投げた五輪野球の歴史最後のクローザーに勝てるわけないよね。これスルーして磯畑もなかなか芸術点高い。DeNA がスルーしてたら3位もありえたという事実。直後の中日がわかりやすく強行してたし、さすがにそれはない。毎年3割20本できそうなセカンドとか控えめに言ってレジェンドだろ。安定はしてるけどロマンが足りないいうやつやろな。清宮はあれだし、佐々木千早草も DeNA に来たし、大谷ダルビッシュは一本釣りだし、ドラフトはほんまわからん。